どんさん、あー、すごい、アメちゃんのこと写真撮ってる、もしかして。え、これ許されていいんですか。あ、ちょっと後でそのデータの共有もらっていいですか。おかゆちゃん、後で。違うよね、ちょっと撮っちゃダメですよって言ってくれるんじゃないの。ダメですよ、ダメですよ。そうだよね、後で共有してくれないと思う。きっとツーショット撮ってんだよ。ツーショット？にゃーとかゆちゃん今一緒にやってるから。そうだね、この姿の僕の写真撮られちゃったんだ。まずいな、ちょっとまずいか。今日お忍びでアメちゃんの応援に来てるんだけどな。お忍びなの？あ、そうだね。あいつ堂々と写真撮りやがって、 TikTok に載せるつもりだろう。最近多いんだよな、ああいうやつとかしてるよな。自動追尾型だ。そのさ、ねえ、そのわがままなたるんだから、葉山が、ほら、これほら、ねじれの腰、ぎっくり腰になっちゃえ。どんだけわかるの。このおじさん見たくない。あれ、異変だ。やだ、やだ、やだ。やだ。変態がいる。私本当に人生の中ですごい変態ばっかりとしか当たってないからな。うちの漫画作ってほしいもん、私の出会った変態さんみたいなタイトルで。あ、イエーイ、えい、あ、イエーイ。ちょ、おじだけだよ、ほんとにおじだけ、特別。怒られそうだな、これやめよう。え、これ何したらよかったの。ありがとうございます。え、これいいのかな、もう撮られてるだけ。あ、これで異変コンプじゃない。おい、撮るな、撮るんじゃねえ。 TikTok のアカウントはてめえのかもしんねえけどよ、体も顔も撮られてんだよなあ、わかったか。私の顔はモザイクしてアップロードしてくれ。最近 TikTok 流行ってるかな。今、え？何？ごめんって、ごめんって、ごめんって。何、そんなに隣に座られたのが嫌だった？ SNS 晒すつもりか。そんなに近かったら頭皮しか映ってないだろって。おじさんの手綺麗だ。おじさんの手に対してフェチを発動しないでください。その体感欲しいな。おじたんぐらいの体感があったら YouTuber もさ、 GoPro の手ぶれ補正いらないだろうな。 YouTuber 向いてるぞ。会社なんて辞めて YouTuber になっちまえ。じゃあな、おっちゃん。私あれ出してよ、即死のやつ練習したいから。何はその弊社が広告落選した配信者向け大ヒットゲーム。広告落選してて草。広告落選してて草。なんかめっちゃ撮られてんだけど、めっちゃ撮られてんだけど。私キュウリちゃんが面白すぎて笑ってたらめっちゃ撮られてんだけど。こいつ絶対 SNS に投稿するやん。めちゃくちゃ腰柔らかいよ。
ナマジキャンのプロデューサーが前職で作ってた空気読みさんが選ばれているのがポイント高いです。え、そうなんだ、すごい、作ってたんだ、すごいね。でもすごいじゃん、配信者業界にゲームムーブメントを起こす作品を連続で作ってんだ。じゃあ空気読みと Q ってすごいやん、すごいやんとか言って友達みたいに言ってるけど、法廷で会おう、法廷で会おう、法廷で会います、あの人とは。は？撮んなよおじい、撮るな、 TikTok 撮るな、ダン、音が止まったとかするな。え？撮らないでください、撮らないでください、配信中なんですけど。よし、じゃあね、ありがとう、ありがとうね、今度から声かけてね、撮るとき勝手にやっちゃいけないから、今度は言ってね。え、撮って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 いいよ、ピース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 、あはん、うふん、キャーキャー、何これ、おめでとうの写真ってこと？え、おめでとうで写真撮ってくれてんの、これフォロワー7万5000人いるから、さらしちゃうから。え、おめでとう、ありがとうってことでいいのかな。え、ありがとうございました、よりは先行くよ、おじさん、めっちゃ撮るやんいつまで撮るね、多分なんか PV 作りたくていろんな角度の素材撮ってんだよ。え、これど、え、あ、一番、え、ね、なんか盗撮されてるんですけど、ね、なんか盗撮されてます、おい、撮るなって、おい、お、撮ってんじゃねえ、事務所に公共が取れよ、お前。え、うわぁ、近いって、バカ、最低、最低、やめて。